夏休みに入って初めての週末です。小中学生にヨットの楽しさを知ってもらおうと、今日北九州市で海辺教室が開かれました。新門司マリーナでの子どもの海辺教室には小中学生ら11人が参加し、まずはヨットで使うロープの結び方を教わって小型のヨットに乗り込みました。ヨットクラブの子どもたちが取ってくれる舵で走り、大きな揺れにも踏ん張りながら夏の海風を感じました。楽しかったです。動いたところが曲がる時がなんか揺れてちょっと怖かった。担当者はコロナ禍でヨットの体感や体験の場が減っていて、ヨットに馴染みがない子どもたちにも楽しんでもらい普及につなげたいとしています。